ホイちゃんパラダイス競馬予想を始めたいと思います。ウマンチュが阪急杯をやりますので、こちらのチャンネルでは中山記念、中山11レース G2 のレース、芝 1800m ですね、こちらを予想させていただきます。まあ本命は5番パンサラッサね、有馬記念ではさすがにね、あのしんどそうな展開になってしまい負けましたけれども、いやー強いですねこの馬は。 G2G3 クラスでは十分これから通用していくんじゃないかと思っております。そしてもう一頭ですね、もうダブル本命でしょうね、まあ、ダノンザキット、この馬も、まあ、優雅ちゃんが乗ってるんですけど、こちらもちょっと外しにくいですね。どっちかというとちょっと堅実な方のタイプなので勝ち切るかな、ただ優雅ちゃんが乗るから勝ち切りそうやなっていう感じで、この2等軸というよりはね、もうちょっとフォーメーションで5番15番の1着付けから3連単を買いたいと思います。相手はまあガロア、クリック、ユミドール、カラテ、アドマヤハダル、コントラチェック、この辺りでいいかな。もう、まあ、もうちょっと削ってもええかな、でも削ったら来そうやなって感じですね。だいぶ、だいぶ削って勝負されてもいいんじゃないかな、そこまでその代わりつかないかなっていう感じのレースじゃないでしょうか。はい、今週は中山記念ということで、私の本命馬は11番の空手で行かせていただきたいと思います。前走のね、東京新聞杯の方でも私本命の方を打たせていただいたんですけれども、惜しくも3着と、まあね、個人的にはね、もう一段前で競馬やってほしかったなとは思うんですけれども、スタートして行き足つかず後方からと、で直線もなかなかねスペース空かずで、よくぞあの窮屈な位置から、飛び込んできてくれたなという、それでもね強い競馬だったと思います。そしてね、皆さんご存知、空手はね、もう中山で勝つ時っていうのは本当にインパクトある強い勝ち方してくれますから、特にね2走前ですか、2走前もそうですね、もう直線のみですからね競馬したのはね、本当力でねじ伏せたって感じなんですけれども、まあ、この2走前もね、もう一段前で競馬できていればもっとあっさりだったんじゃないかと思います。距離もね 200m 伸びての今回 1800m と、まあ、1800ぐらいまでは守備範囲かなと、思っております。ということで私11番空手で行かせていただきとうございます。うーパルダー、どうもギャロップ林です。私のですね中山記念の本命は4番ヒュミドールです。本当にいろんな競馬場で、まあ、ダートも芝も、まあ、距離も、いろいろ守備範囲が広い馬ではあるんですけども、まあ、ベストは1800、2000ぐらいなんじゃないかと、はい、で今なら、まあ、右回りの方が良さそうな感じもしますし、まあ、デムロジョキ初騎乗ですけども、この、まあ、しぶとく、まあ、すごく切れるというよりはしぶとく、長く足を使うこの馬とはすごく手が合うんじゃないかと、思いまして、まあ、相手はねもうすごい強い馬もいますけども、この馬にかけたいと思います。よろしくお願いします。それでは続きましては東武馬、勝負馬行かせていただきましょうかね。まず阪神6レース、こちらはダート 1400m、 3番スリーヘリオス、ヘニーヒューズ3区ですね。ヘニーヒューズ3区やっぱりダート短距離、ね、土曜日の中山の最終も1、2着ヘニーヒューズ3区のボバ、やっぱボバっていうところが一つのポイントじゃないでしょうか。こちらも7歳馬なんですけれども、まあ正直周りがねまたゴリゴリダート血統馬がいないので、ここではもう上位に食い込んでくるだろうというところと、3番に3というね、3ヘリオスが入ったというサスペンスも2つ合わさって、まあ正直3に3が入ったから選んだというところも大きいんですけど、勝負したいと思います。中山最終レースですね、10番コスモーリ、アイルハブアナザーサンク、ダート 1800m、 やっぱりこれが一番血統的にもね
充実しているというか、この距離で、走れる馬格もね、まあ、もうちょっと大きい方がいいとは思うんですけど、ありますので、まあ、5番の馬がこちらもね、血統的にも馬格的にもレース展開的にもこっちの馬も来るだろうな、もう5番10番でいいかなって感じのレースじゃないでしょうか。阪神12レース4番サトノムスタング、こちらはマインシャフト産駒ですね。アメリカ産の、やっぱアメリカの馬はもうダート強いですね。もうパワーが違いますし、ただこちらもちょっと馬格がね、もうちょっと大きい方がいいのかなとは思うんですけれども、こっちも選んだ理由としては、周りにゴリゴリ強いダート血統馬がいないから、このレースではもうこの馬が上位に来るんじゃないかというところもね、まあ、前走はちょっと休み明け、結構な休養明けやったので、6着、まあそれでも頑張った方かなと思いますけど、今回の方がもうちょっとあの順位的にはいいところに来るでしょうというところです。あとは小倉、こちらはメインレースですね。11レース下関ステークス、4番オメガラビスさん、ロードカナロア産駒、これ芝 1200m なんですけど、まあ皆さんもご存知の通り、もうロードカナロアの、ね、適正距離といえばもう 1200m といったところでしょうね。この馬はなんと7歳1000馬なんですけど、1200m 走るのが初めてなんで、ここでね、適正距離ならば大爆発の可能性があるかなというところで、この馬を本命馬にしております。ではウィン5予想、したいと思います。対象レース1レース目、阪神10レース、マーガレットステークスリステッド競争芝 1200m、 これはねちょっと、怖い馬が何とかいるんです。ここ3頭で行かしてもらいます。1番アルトシュタット、こちらももう戦2では負けたことのないロードカナロア産駒ね、横山典弘ジョッキーが乗るというところも、頼もしいところです。そして6番ビアドロローサー、こちらもロードカナロア産駒でね、ちょっとスタート失敗したりとかいう馬ですけど、また福永雄一ジョッキーが乗るんでね、うまいこと乗りそうだなっていうところです。7番ジャングロ、これねモアザンレディという、これアメリカの短距離馬なんですけど強いですよね。で前走の勝ち上がりタイムを見ると、ね、逃がしてしまうともうこのまま捕まえられないんじゃないかというタイムで走ってますので、この3頭でいけるかなと思います。そして次中山10レース、ブラッドストーンステークスダート 1200m ですね。これは1番アウトウッズ、まあこの距離3310というね、構想する馬ですし、馬格もありで、また内枠に入ったのでね、ちょっと内枠怖いですね今中山ダートね、そういったところでいろんな条件が噛み合ったのでアウトウッズ入れました。そして9番スワーブシャルル、こちらはもう優雅ちゃんがね乗るロードカナロア産駒、正直ロードカナロア産駒はやっぱりダートより芝の方が怖いんですけれども、まあやっぱり芝でなくてもいいレースもしてますし、勝ち切っちゃうかなって感じもします。で13番函館武将、これモーリス産駒ですけど、まあ、この馬も前走みたいにね行き切ることができたら捕まらん可能性があるなという感じですね。中山10レースはこの3頭で勝負します。そして小倉メイン下関ステークス対象レース3レース目、芝 1200m、 ここ難しいですね。もういろんな馬がいますけど、まあ、1頭はオメガラビさん、これ勝負馬にも挙げたロードカナロア産駒、こちらは入れておきます。そして14番サトノファビュラス、これもロードカナロア産駒でちょっと小柄な牝馬なんですけども、小倉はね小柄な馬でも平気でね小回りなので来ますので、血統的には強いかなと思ってます。そして16番ダノンシティ、これメダリア道路というね、まあたまにそこまで数は多くない割には結構走る種牡馬なんですけども、
これは馬角があって切れ味抜群なんで、もう展開一発で飛んでくるでしょうね。まあ展開がハマるかどうかですけど、まあ人気すると思うんでね、抑えとかないと怖いなという印象です。そして阪神11レース大勝レース4レース目、ここまでは期待ですね。こちらは9番大成ビジョン、これも展開一発でも後ろがハマる展開になれば、もうこれがダントツで強いと思います。そして10番ダイヤトニック、普通に走ればこの馬が勝つかなというぐらいちょっとね抜けてるかなと、思います。距離成績ももうこれ5110なんでね、ただね7歳馬なので力がどれぐらいね残っているかという不安がちょっとだけあります。12番グレイングリーン、こちらはディープインパクト3区でね、リトルゲルダがお母さんというね、まあ、まさにディープやけど短距離走って当然かなという馬なんですけど、ただちょっと3勝クラスを勝ち上がったところでいきなり G3 なんでね、オープンを飛び越えて、だから力的に足りるかなっていう感じもね実際戦った時にしますけれども、ちょっと将来性を感じさせる4歳馬なので、入れておきます。そして最後中山記念、こちらは 1800m 芝、こちらは、先ほど言った2頭ね、中山記念の本命馬のパンサラッサとダノンザキッドは当然入れてます。でそこにさらにね、この馬たちがハマらなかった時用に4番ヒュミドール、まあデムロジョッキー今日もさすがでしたね。さすがもう勝ち切るなっていうイメージがあるので、もしうまいこと、立ち回れたらこの馬も怖いなと思ってます。そして14番コントラチェック、これもうねちょっとわからないところはあるんですけども、中山成績4202という良さを見ると好きなんだろうなというところで、ね、そこまで上位と差がないんだろうなと思ってます。こんなところでウィン5は勝負します。ありがとうございました。あと一つだけ告知させてもらいましょうかね。3月5日馬おじさんというイベントをね、月亭はちみつとビタミン S お兄ちゃんとギャロップ林と4人で、まあ、第2回になるんですけどザザハウスで行いますので、またちょっと見れない方はね配信もやりますので、そちらの方でも見てくれたら嬉しいです。照れちゃう。